どうも皆さんこんこにちはイですさあ今日もですねビットコインサタイルもリプレートサメからチャート分析していきますので是非最後まで気軽にお付き合いいただけたらなというところでございますが本日はですね12月の8日。 ねえ、金曜日、ハラキンでございます。時間がですね、ただいま午前11時35分。ちょっといつもより遅めなんで、もしかすると皆さんのお昼休み間に合ってないかもしれません。うん、申し訳ありません。えー、というところで本日もですね、皆さんに元気と勇気をお届けしてまいりますよ。パワーということで僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析に役立ち情報を配信しております。今日の動画を見て、参考になったら、ためになったら面白かったなと思っていただいたが、目の前のあなたはぜひですね、チャンネル登録ボタン、高評価ボタン、えー、押していただいて、チャンネル、そして動画の応援をよろしくお願いいたしますよ。ということで、早速始めていきますが、えー、皆さんですね、 本当にたくさんの誕生日プレゼントありがとうございます。本日まで誕生日プレゼントの用のですね、Amazon の僕の欲しいものリストですね、は公開とさせていただいておりますので、あら、まだ私、ゆうきさんに誕生日プレゼント送ってないわっていう方はですね、ぜひ、今日の動画の概要欄の一番上、もしくは固定コメントもまたね、生誕祭、ライブ配信のリンクにしておきますので、そちらからライブ配信に飛んでもらって、そのね、ライブ配信の動画の概要欄、もしくは固定コメントの方の Amazon 欲しいものリストから えー、ぜひですね、お誕生日プレゼントを送ってください。よろしくお願いいたします。さあ、というわけでね、もう1週間の誕生日ウィークも、ね、誕生,生誕祭も盛大に、えー、成功しまして、でですね、なおかつ、えー、誕生日ウィークもまもなく終わりということで、えー、ただの40歳の勇気となります。はい、でですね、えー、本当にあのいっぱい届いています。まずですね、僕、ライブ配信で大失敗してたんですが、僕、こっちでね、銭形のとっつぁんやと思ってたんです。じゃあ、多分ですね、えー、お名前がハムタさんでしたね。 はい。金型さんがな。うん。金かな。構えとちょっと字が違うか金型さんでしたね。はい。とっつぁん。もうとっつぁんでいいでしょう。はい。とっつぁん、あの、届きました。ありがとうございます。はい。えー、でですね、その次が、のんちゃん。のんちゃんも届きました。誕生日おめでとうということで。ありがとうございます。で、お一人ね、ちょっとね、あの、お名前わかんなかった。こういうね、メッセージカードが入ってなくて、名前がわかんなかったんですけど、一枚、えー、七四十た方、えー、届いてます。ありがとうございます。と、ーズちゃん。ね、ありがとうございます。はい。ようこそ、40代へということで。 で、えぇ、ー、すみちゃん。ありがとうございます。すみちゃんからも届きました。はい。でですね、なんと、<laughs> これ。5枚あるんですが、すべて同じ方ですね。はい。えー、しかもですね、初回、あの、一番最初に届いた人と同じ人なんですが、えー、それとは別です。はい。別で5枚届いてます。スーさん。す <laughs> スーさんだけでですね、合計8枚のアンゾンギフトカードが届きました。でね、 あのー、ちょっとね、金額の買い方分かれへん人用にね、ちょっとこう大きめのなんかあの額のやつをもともと選択されてるやつをプラスしたんです、後ほどね。それもまたスーさんが送ってくれたんですけど、その,のも可愛いんだけど、これがめっちゃ可愛いこのボックス型。これ何かっていうとね、見といてや、てんてきてんてんてん、ほら、めっちゃかわいいな。ちょっとは光で飛んでるけど、はい、キリンさん、ライオンさん、トラさんのね、ボックスがあって、ここにギフトカードが入ってるんですよ。これめっちゃ可愛いなと思って。 はい、ぜひ待ってます。<laughs> 今日までね今日今日の日付が変わったらもう Amazon 干し物リストはえ非公開にします今日までもしよかったら送ってくださいでなんとですね合計、OK、今のところですよまだね届けない方も多分いらっしゃいますはいみどりちゃんとかも送ったよって言ってくれたけどまあ、もうちょっとしたら届きますみたいな感じだったんでまだ届いてないんですがまあ、まだ確定じゃないんですけど今のところでもうすでに6万9000円分ね <laughs> ただ これね、ちゃんと全部使い切れる算段でございます。あの、遊びに使ったりせえへんで、うん、ちゃんと次のワンステップの時に皆さんからいただいた、このクラウドファンディング、勇気クラファンですね、今回。勇、ま、気、あ、誕生日クラファンえ。こちらですね、必ず皆さんの気持ちは僕、僕、皆さんに還元できる形で、えー、僕のね、機材であったりとか、その他、もろもろに使わせていただきますので、えー、またそれはですね、1月の後半、えー、楽しみに待っておいてください。あ、俺、 俺が買ってあげた機材だぜって思,思いながら見てもらえたらまた一つね、あのー、気持ちもあの入り方が違うかなというふうに思いますのでぜひぜひ、えー、楽しみにお待ちください。これで僕もウキウキしながら機材を買うことができます。ありがとうございます。はい、はい、ということで、まあ、今こんなにね皆さんの愛情がいっぱい届いててもうすごい嬉しくてねあのテンション上がりまくってるんですけどそれ以上にですね、えー、昨日のチャート分析がバチバチに決まりすぎて気持ちいいです。<laughs> うん あの、昨日もかなり情報を皆さんに提供できたんじゃないかなと思います。リップル以外。ね。はい。あの、さらっと流し込リップル以外。ね。うん。あの、もうすごい、あの、ものすごくピカピカうわ、いきすげえなっつってね。あの、いうチャート分析を皆さんにリップル以外お届けできたかなと思うんですよ。リップル以外。ね。あの、やっぱり、うん、毎日こうやってチャート見てるって、やっぱすごいんだなって、リップル以外。ね。すごい思います。 リプル以外ねなんで、あのこれ、えー、今日もですね、皆さんに、さ、え、ら、ー、にですね、えー、いいチャート分析が、えー、お届けできるように頑張りたいなと思います、リプリ外、ね。はい、ということで、えー、早速、えー、リプリ外いや、頑張っていきたいと思いますのでね、う <laughs> そよ、リプリも頑張ってチャート分析する。だちょっと難しい、ほんまに。まあまあ、とりあえずそれを置いといていきましょう。まあ、そこまで大きな値、ね、動き、ビットコインはありません。えー、まずはビットコインからね、えー、忘れてましたから、ビットコインからいきます。 えこれ4時間足なんですが、日、え、足、ー、レベルでまだね、あのー、おさらいするようなことは起こってないので、日、え、足、ー、とかは昨日おとつの動画を見てください。この辺だよっていうのが言ってます。その辺の数字は、えー、昨日おとつの動画を見て、えー、参考にしてください。では短期足、えー、4時間足からいきましょう。で、何が完璧だったかってこのチャンネルなんですよ。もうこれ昨日の動画見た人やったら、うわ、やっべってなってると思うね。うーん。 まあもうちょっとね、4時間足で見ると下げの余地あるんですよ。もう一回だからチャンネルの加減試しに来るっていう形は全然あり得る。で、この直近のね、金に対する裏タッチグローベスのパンパス外も含めて考えると、まあ、この辺まで、ここから、この辺までは、よいしょ、4時間足レベルでは買い場ですよね。ロング打ち,打ちたいところこ、この辺、この辺、この幅は狙っていきましょうよっていうところ。これに関しては皆さんのチャートに落とし込んで、自分で数字を、 見て判断してみてください。はい。まあこんなところなんですけど、一時監視見てください。いや、素敵ね。まあ、そういうことはですよ、やっぱあくまで、あのー、上昇フラッグっていう形の、えー、チャートパターンが出てるのかなと思います。この上昇に対する下降チャンネルね、これを、えー、チャートパターンっていうところの、えー、上昇フラッグっていいます。この場合は上に抜けやすい。しかもここの形見て、気持ちいいよね、ダブルボトム。ね。このまま抜けていくんであれば、もう一段上ですね。はい。 もうここで、えー、このね、押、えー、しで、えー、ロング取れてる方は、もう価値格、花保持ポジションですね。はい、部分利確もい入れて。一応ね、まあ、懸念点としては1時間足の25位目が若干効いてそうって感じ。なんで、まあ、少し手数料分ぐらいあの、ね、浮かしといて、えー、理覚していて、それこそね、4ムード分のチとかね、えー、ぐらいの、えー、理覚をして、まあ、価値格の状態を作って、このダブルボトムを見守るってすると、まあ、縦値撤退でも十分いいのかなっていうところなんですけど、それ以上にですね、 このチャンネルのね、聞いてるところがほんますさまじくて、まあ、昨日ね、本当にちゃんと、僕はずっと言ってるけど、僕のチャート分析を丸々見ただけで、あのー、なんか、トレードするってわけじゃなくて、ちゃんと自分のチャートに落とし込むこと、これが一番大事やで。これをすることによって、魚をもらったわけじゃなくて、魚の釣り方を覚えることができるから、いつでも釣れる。けど、魚ね、あのー、魚をもらったことしかない人やと、その人が魚釣ってくれへんかったら、一生お魚食べれないですよね。 だから僕は魚の釣り方を教えるしみんなも魚の釣り方を勉強しようし。ってことはどうしたらいいかっていうと自分のチャートに立ち戻って自分のチャートに落とし込むここまでワンセッツ。OK ワンチームよ。うんワンチームです。<laughs> 皆さんと僕はワンチームなんでね。はい。なんでしっかりと自分のチャートにも落とし込むしんでほしいけどこのチャートをしっかりと自分のチャ,チャ,、えー、チャートに落とし込んだ人だとまあある意味すごさも分かるかなと思います。はい。まあこの加減ビタビタでしたよね。れたよいしょ。まず1点目。 ここも、ここビタなんですけど、一本抜けてるっぽく見えるやん。これもね、ちゃんと自分のチャートに落とし込んで自分でやってるともしかするとね、下方修正できてるかもしんないんだけど、ここなんですよね。ここに下髭先あるんですよ。まあ、要は僕が俗に言うね、魚住のフォーファールラインって言ったりすんねんけど、まあ、この1回目の上昇の後の下髭、ここでチャンネル引くと、ほぼビタ。うん、ほぼビタでこの下落のここの髭先は取れるし、もし髭先取れなかったとしても、 僕のね、えー、引いてたチャンネルをそのまま落とし込んでたとしても、ほぼほぼそこまでの大きな誤差なく、えー、エントリーできてるかなと思います。はい。で、もう今のオポジだと、正直今はもうやることないです。はい。今やることなし。もしやることがあるとするのであれば、アリブね、アリブル、えー、このチャ,ンネルまでチャンネルの上限まで来たときに、ショートを打つかどうかっていうのをあの考えるだけ。今ロング打つかどうかはもう考えないです。考えれないです。はい ここでロング持て,てない人はもう一個判断が遅い。うん、これも結局いやいやほんじゃお前なんか X でも言えよとかね、えー、チャート分析の時ここで絶対買よって言えよっていう方いらっしゃるかもしれないですけどそんなんこうなるとは僕にも分かんないですあくまで僕はチャート分析してこの辺は買いたいなってイメージにはしてるけど、うん、ここは確実にこうなるとは分かれへんわけや未来やから、うん、だから自分で判断する必要があるでそのために僕はこのチャンネルの情報を皆さんに、えー、共有してるっていう感じね それを自分のチャートに落とし込んでたら、ここのロングは取れたはずっていうところですね。チャンネルの加減でロング、はい。っていう選択肢は皆さんにあったはずです。で、今ロング取れてたら、例えばやけど、ここも見て、次の上昇、ぴったりチャンネル上限。ここで部分利確しててもいいよね。うん。半分、部分理学して、あとはもう縦値放置。もう価値格ですよね。で、今ダブルボトム作ってくれてます。じゃあ、ここで買い増しするもよしね。うん。そのまま残りの半分ロットを持って楽しく見守るもよし。この後の上昇ね。 はい、っていうところ、まあ、もしここで下落したら、ねえー、利益撤退、まあ、利益を出した状態で撤退という形ね縦値で撤退できるんで、でさらにもう1回、次は4時間足レベルのロングを入ることができるよね。ここのチャンネルの影見といてや。チャンネルの影えー、今、記憶した、はい、ここ、チャンネルの影ね。ほら、ニアリーイコールで4時間足の 25A じゃあ、ここから、ここまでは4時間足レベルのロングのエントリーポイントになりえるよね。ってことは、次はどういうふうな戦略を立てていけますかっていうところが、皆さんのチャートの中にもう描かれてるはずです。はい 常に、真実はいつも1つ。もそれは嘘。うん、真実なんてないんやけどね。<laughs> はい、まあけども皆さんのチャートの中に自分の中の答えは必ずあると思います。はい、その答えをもとにですね、えー、しっかりと皆さんの、えー、シナリオ作りっていうのに、えー、僕の今の情報、えー、をですね、えー、プラスアルファして最高の、えー、思考のですね、えー、シナリオっていうのを作ってもらえるといいかなというところでございます。はい、ということで次よ。もうこれが完璧やった。あ 自 <laughs> 分で言うのもないけど。もうこんな情報はも,もう欲しいよっていう方はも,もうチャンネル登録しといてや。忘れたかんで。チャンネル登録しとかな。見られへんこともあるで <laughs>。ないけど <laughs>。ぜひチャンネル登録してみてください。よろしくお願いします。まあそれが本当にかあのなか僕のモチベーションに変わるやん。そしたら明日の動画も撮る可能性あの可能性高くなるし。もしかしたらさ、みんながチャンネル登録してくれへん。高評価ボタン押してくれへんってなった場合、え、もうしんどい。明日の動画やめようってなるかもしれん。ねえ。 それを、まあ、防ぐための一手として、皆さんのチャ,ンネルチャンネル登録ボタンがあったりとか、あとは高評価ボタンっていうのがあるので、俺はお前の動画見てるで、明日も期待してるでっていう、えー、気持ちをですね、皆さんは伝えてください。出なかったらこんなね、無料で動画をお届けする意味なんてほぼないので、<laughs> ぜひそこはですね、えー、ご協力いただけると、皆さんにもいい情報を長く、末永くですね、えー、お届けできるかなと思いますので、チャンネル登録ボタンを忘れずにお願いいたします。はい。で、イーサリアム。よいしょ。 結構伸びたね。えも、ー、う、まあ、だからアルトのターンというか、イーサリアムのターンに入っているというところですね。はい。で、今、グイッと伸びたんですが、この伸びたポイントも、よいしょ。昨日、しっかりと、えー、チャート、えー、分析の中に落とし込みました。このトレンドラインですね。はい。トレンドライン効いてるよって話しました。このトレンド、白のトレンドラインね。3点効いてましたね。つ昨日の時点でね。はい。で、そっからですね、一回、えー、上がって落としてきたけど、この次の 25EMA とこのトレンドライン。お兄さん、トレンディーだね。うん、トレンディーエンジェル。うん、もうこれですよ。 もうトレンディエンジェルワイン。うーん、もうだからチェケラッチョハゲラッチョですよね。はい。チェケラッチョハゲラッチョトレンドラインしかもダブルボトムで上昇。もうこんなもんですね。僕の教科書、勇気のチャート分析の教科書の2ページ目、7行目の、えっ、ー、と、ここに、に書いてあるんですよね。うーん、そんな教科書俺でも、俺も見たことないけど <laughs>。ほんま、それぐらいのレベル。もうほんま、処方の処方で僕がずっと言い続けたポイントっていうところにはなるんですが、まあ、このトレンドラインをフォローして、 ね、例えばけどまあ部分理学ちょっとね早まったかもしれんけどほぼほぼね今の状況でも十分よねはいここで部分理学してあとも家畜もう鼻ほじってようがお菓子食べようがゲームしてようがねもうあともう家畜ですよ気持ちよす気持ちいいですよね気持ちよすぎて話してるでっていうぐらいですけどまあ今この状態が作れてるよとでこれ1時間誌見たらもっと分かりやすいよねはいこれがねさっきの4時間足の、えー、状況を1時間足に落と,し、えー、落としましたが、えー、見てください このトレンンドラインね、はい、1本、2本、3本目てました。で、ここから1回上がるけど、高値の切り下げラインに抑えられて、えー、サイド、一旦下落しますが、ここで綺麗にトレンドラインでのダブルボトムを作って、えー、上昇に切り替わったと。はい。ってことは、もうここでロング1本打ってる、で、本玉サイドここで入れるみたいな、ね、ダブルボトム戦略みたいなこともできるしで、ここでエントリーするの怖かったけど、2回目のここのサポートを確認して、ここでエントリーして、で、この上昇を取ることもできたと。 いいうところでございます、はい、もうこれでもう昨日の動画見た意味もあるし価値もあったんじゃないかなと思うんですけどただこれさっきのビットコインでも言ったけどもうここのダブルボトムでロング取れてない方は今ロングは無理ですつい無理というか難しいなぜなら次はやっぱり押しがないとリスクリーードいいトレードできひんから例えば1時間下だとここですねはいこの2310ぐらいかなこのトレンドライン、えー、トレンドライン水平線 ね、直近の高値に対する裏タッチングロペスのパンパース買いに1、えー、時間足の25イヤ目を絡めて考えるしかない。ここでようやくエン,エントリーするかどうかを考えれるんですよね。ここでエントリーしたらどうな,どうなん、じゃあどうなんていう気教えてよっていう話になるかもしれへんねんけど、こんな高値でエントリーしちゃうと、今ちょうど抵抗体ですよね。この白の,の抵抗体の上限いっぱいぐらいまで来てます。ってことは抵抗体付近なんですよ。要はレジスタンス。ね。抑えられるかもしれないポイントでロング打つってことは、このリスクを考えてないんですよね。 ここのリスクは取りすぎなんですよね。こっから例えば損切りするやったらこのトレンドライン割れるまでってなるじゃないですか。こんだけ分散してエントリーするぐらいやったらね、多少の押しを待ってそれこそここでエントリーするもしくはこのトレンドラインまで再度落ちてくるのを待つぐらいのやっぱりね、待ちがないと、うん、いいリスクリワードの、えー、トレードもできないし、えー、リスクリワードが悪いってなると結局長く、えー、相場に触れることができない。 やっぱもう僕のもうこれ、ほぼほぼ、まあ、ある意味答えやと思うんですけど、なんでみんなが、ねあの、まずは生き残れ、ね儲けるのはそれからだみたいな投資格言めちゃくちゃ有名な投資格言があるんですけど、なんで生き残らなあかんのかっていうのは、もう、なんて言ったらいいかな、もう火を見るよりも明らかで、経験なんですよ。どんだけ経験するかによって、全然違う結果は。だから長く立ち続ける必要があるんですよ。だから損切りせなあかんし、リスクリワード考えなあかんし、 要要は何回負けててててもちゃんんと復活でできるる余力を残ししおくくためののリリスクリワードやしっっいうのが必要になってくるんですよねだから生き残れっていうのはいろんな意味が含まれての生き残りやからただ単にずっとこうやって不動の、うん、山の不動の生き残るわけじゃなくて動いて動いて動いてもちゃんと生き残れる戦略を、えー、立てましょうねっていう意味が含まれてると僕は勝手に思ってる勇気のくまで個人の見解です。<laughs> はい なんで、しっかりとそういったところをしっかり勉強してですね、リスクリワードをよくして、例えば5連続で負けたとしても、ちゃんと生き残ってる。で、そのまま同じようなことを繰り返してたら、結果50%で収束するから、ちゃんと確率は。2分の1なんで。5連続負けた後は5連続勝つかもしれんし、次は1勝1敗でいけるかもしれんし。けど、1勝1敗やとしても、リスクリワードが3、最低でも3を守っていれば、1勝1敗やと2切ってるわけですよ。 例えば10万円あったとしてえ、10万円だと分かりにくいか。<laughs> 1万円、えー、エントリーしたとして、ね、2回エントリーしたけど、1万円1回目はゼロになりました。けど、2回目の1万円は3万円になりました。ってことは、プラス2万円ですよね。そう。だからちゃん、そういうリスクリワードをちゃんと考えておくと、 しっかりと自分の自己資金も残せるし、一生いっぱいやったとしても、こっちに転じれる。ほんまの勝率は50%なんやけど、リスクリワードを良くすることによって、利益を残せるっていうね、あのすごく大切な、えー、ものになりますのでリ、リスクリワードを皆さんぜひ考えながらトレードしてもらえると、えすごく楽しいし、うん、意味のあるトレードができるんじゃないかなと思います。でリスクリワードって最初は分からんやん、正直。 わからんから、ちゃんとね、そういうツールがあります。これ、バイビットのね、チャートなんですけど、これ、僕の画面で隠れてごめんな。この左にね、左側にこういう、あの、なんていうかな、描画ツールってあるんやけど、その中に、予測ツールっていうのがあります。予測測定ツール。上から、えー、十字から、1、2、3、4、5、6、7、7個目の、えー、カテゴリーに、予測ツールってあるんですけど、それにね、ロングポジション、ショートポジションっていうのがあります。まあ、例えば、ロング打ちたいときは、そのロングポジションを選んでください。で、例えば、今からエントリーするよ。ね。 じゃあ、ここでカーソル合わせてポチッとします。そしたら、このリスクリワードっていうのが出してくれます。初期段階は1ね。1対1になってますけど、これが要はトントンな状態。これやとリスクリワードは良くないってことですね。はい。で、今、今、例えばエントリーしたらいで、損切りここやんか。ねえ。で、リワードこの白の上限までやろ。はい。リスクリワードもう終わっちゃうわけですね。0.08リスクリワード。リスクリワード。もうこんなもん絶対ダメ。レッドリボングにもなれへん。はい。RR も最悪ですね。はい。なんですけど、まあ、これが、 例えばですけど、ここでエントリーします。ね。このね。で、リスクに関しては、トレンドライン割れたらリスク。で、リワードはここまでってなったら、じゃあ今、リスクリワードなんぼですか。ね、これやったら1 1、一勝、一勝8敗やとしても、トントンできるわけですよね。はい。なんで、こういったところをしっかりと見ておくと、あ、今、俺、いいトレードしてるなとか、うんえー、これはリスクリワードのいいトレードができたなとか、だけど、ここは改善点だなとかっていう、どん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 自分が進化していく。ね。 おかげか始まって、最後、リザードになるまでのみんなの道のりっていうのが、ここで見れると思うので、こういったところツールとかも最初は使ってね、しっかりと勉強すると、いい結果がいつかですね、訪れるかなというふうに思いますので、このあたりもぜひ参考にしてみてください。はい。では、最後ですね。はい。え、ループ、いきます。はい。ループ、これですね。はい。たぶ XRP、青春って読むみたいです。うん。XRP と書いて、青春と読むってどっかで書いてあったと思うんですけど、 ただ、はいえーまあ、ねもうちょっとね上下のヒゲが長すぎて正直ねエントリーしづらいこの値幅でねぶれて動かれると正直エントリーしたら結局割られちゃうんでやったらもう正直昨日も言ったけどビットコンインサリアムでやってる方が十分利益率も高いし値幅も取れてるし、うん、今その短期でトレードしましょうって というふうには言えないかな、リップルに関していくとね。それやったらもう本当に、あの、ビットコインサイリーまで取ってる方が十分いい。うーん。かなと思います。だって、例えばやけど、それこそね、この 25EMA で、えー、これ4時間足4時間足の 25EMA でエントリーしようと思ってたとしても、割られてるしね。まあ、これでは損切りされないけど、例えば 200EMA の下とかに損切りライン置いてたとしたら、切られてないけど、まあ、切られる可能性があるね、こんだけはみ出られるとね。うーん。まあ、これぐらいはみ出るバッファーはちゃんと持っとかなあかんにしても、激しく動きすぎかな。 うんとは思うちょっとエントリーしづらかったですね。しかもここでさ、包んでるやん、四間足を要線の後に陰線で包んで持てるやんか。ねちょっと抜けてるもんね。ってことは弱いと思うのに、ここから続進するみたいな。ちょっとちぐはぐなんですよね、僕の中で動きが。はみ合わない感じがしてる。今、正直、リップルの中で、リップルはね。はい。なんで、僕の中では、こうなった時点でもうトレードしません。あ、俺のタイミングじゃないなって見切ります。これも結構大事。 うん、だって仮想通貨って何千種類ってあるやん。それこそね、あの仮想通貨のみならず、為替も見たらいいし、ねえー、金5、ね、ゴールドも見たらいいし、ってなってくると、山ほどいろんなチャートがあるわけで。その時に自分にあった、あ、これ俺分かりやすそうやなとか、これやったら俺トレードできそうやなっていう銘柄を選べばいいだけで。うん、しかもこの僕が紹介してるたった3銘柄の中ですらそれがあるわけやん。ビットコインさんにもバチバチ決まってるやん。けどリップル分からんやん。やったらこのリップル分からんやん。 ででトレードすする必要はないんですよ <laughs> だからその選定みたいなところもすごい大事。で結局やっぱりこうねあの仮想通貨って資金が循環するんでそれはまたドミナンスとかで見たらね分かりやすかったりもするんですけどまあ、それ以上にもう感覚的に僕のこれ感覚的にだけどあのねチャートパターンがよく当てはまるようになった時って大体資金が流入してる感じです僕の中では。そしたら結局みんながあイーサリアムに資金移動してるわとかっていうつぶやきが出てきたりとか。 うん、結構するんで、まあ、その辺はあの、僕はデータはあんまりそこまで見ないので分かんないですけど、まあ、データ重視する人はそれも見たらいいと思うし、僕はもう感覚的に、あそろそろ回りそうだなとかっていう、何て言うかな、肌感覚みたいなところでやってますけど、うん、そういうデータもあるので、まあ、そういったところを見ながら、あこれやったら今、あるとこに見たほうがいいなとか、これやったら今、ビットコイン見たほうがいいなとか、ドミナンスを見て考えを変えてみたりとかっていうのも一つありかなとは思います。はい。なんで、ちょっとね、リップルはね、今、うーん。 無理にはって感じかな。トレードしなくていいかなと思ってる。うーん、そうね。だから一応これね、三尊否定してるんで、今強い状態ではあります。これ左肩。ね、頭でしょ。で、ここで右肩作りに行ってんのに、今ね、横横して、横軸を横に使って。 ねえー、時間軸を使って今上に伸びようとしてるやん。ってことはこの3層今否定しにいってるので、まあ、ちょっと強い状況ではある。なんでもし、えー、どうしてもけど俺はリップルでしかトレードしないんだと。俺はもうリップルオンリーリップルに一途だと。俺はリップルに対して青春だと。初恋をしているっていう方はこの直近の高値上抜けた後にスケベロングブレイクした後のロングを多少の値幅取っていくみたいな考え方は一つありかなと思います。うん 今、このね、ちょうどここが抵抗体なんですよね、多分ね。0.65やね、やっぱりね。0.65、648とかなんですけど、ここは多分抵抗体なんですよ。なんで、ここ上抜けっていうところからでもいいし、直近の、もうちょっと安全に考くたら、直近の高値。上抜けた後の、まあ、ショートカバー的な上昇っていうのを取るようなイメージでのスケベロングは一つありかなと思うけど、ちょっとも、まだ若干分かりづらい、えー、チャートの形状をしてるので、もう少し、まあ、落ち着けへんねんけどな、リップルはいつまで経っても。いつまで経っても、てもこう、やんちゃというか。 やっぱりちょっと昔ね、あのー、総長やってたから、リップルって、うん、高校時代は、ぶいぶい言わしてた、ね、ちょっとまだ荒れく,れく,くれものというか、なってますけど、 うんまあ、ただちょっとやっぱり今は結局そこまで僕も正直ここ自身あるなっていう感じで分析できないので、うん、今ぐらいのところだけちょっとね押さえといてもらって今はですね一番分かりやすいであろうビットコンインスタリアムを中心にですねあのトレードしてもらって皆さんの利益を伸ばしてもらえると嬉しいなというふうには思いますはいということで えー本日は以上で終わりたいなというふうに思います。えー、本日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画が参考になったな、ためになったな、面白かったなと思っていただいた画面の前のあなたはぜひですね、チャンネル登録ボタン、高評価ボタンを押して、えー、チャンネルそして動画の応援をよろしくお願いします。えー、あとはですね、えー、本日まで、えー、僕の欲しいものリスト、誕生日プレゼント用の欲しいものリストを公開しております。はい、えー、ぜひですね、この、 おーっつってね。はい。このボックス、皆さん送ってください。はい。お願いします。えー、送ってもらったら、それはですね、皆さん、えー、次の僕のネクストステップですね、の、えー、機材とかの購入にさせてもらって、それは皆さんにご報告しますので、えー、ぜひですね、えー、動画の概要欄、もしくは固定コメントのライブ配信の URL からライブ配信を見てもらって、 こんだけね、頑張ってやってないら勇気に誕生日プレゼント送ったろうかいなと思っていただいた方は Amazon 欲しいものリストから、えー、Amazon ギフトカード送っていただけたら、えー、嬉しいなというふうに思います。はい、ということで、えー、本日は以上で終わります。えー、一応明日ものがあります。今週は明日がラストの動画かな。はい、となりますのでまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。 最後までご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら。チャンネル登録はこちら。サブチャンネルのチャンネル登録、そして Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。パワー